これは、フォーリング後の、ボトムステイですね。ボトムステイですもん、まあ、10秒も経たないうちに見つけて食ってきちゃうパターンですね。藻が少しやっぱりあるんですけど、ボトムには、アウトレット側は。だけど全然、ボトムに、埋まっちゃうほど藻が厚くないので、綺麗に乗っかってるんで、すぐ魚は見つけてくれて、こうやって簡単に食いに行けますね。はい。だからフォールでも釣れるし、ステイでも釣れるし、まあ、巻いても釣れると思いますね。まあ、あえて巻きフォールとかはやる必要ないと思うんですけどね。普通に投げてフォールさせておけば、まあ、水深多分、そんなに深くないんですけど、多分2メートルだと思うんですけど、まあ、その間でも、バリバリバイトがあるんで、あ、これもでかいっすね、意外と。はい。うお、入んないっすね、ネットに。元気が良くて。よいしょ。うわ、太いっすね、これ。うお。こんな感じです。この尾びれ、すごい。すごいっすね。ほんとすげえ。もう嫌になる。嫌になるぐらいすげえ。